納車動画ってあるじゃないですか。納車っていうのは、バイク屋さんの方がね、僕らにお客さんの方にねバイクを納める、それを納車って言いますよね。なので、僕らは、バイクを迎え入れる側ですよね。なので今回は迎車動画です。はい、橋本ブログ、橋本です。今日はですね、芸者動画です。芸者ってあれちゃうで、舞妓さんのあれちゃうで。びっくりされたかもしれないですね。FZX に乗って、まだ1年なんですね。で、まあ走行距離の方も2000キロ届いてないぐらいなんですけど、バイク乗り換えます。でもう決まってるんですよね。ちょうどね、タンデムしたいなっていう前回の動画上げてからちょっといろいろ探して、ほんまにもうすぐだったんですけど、見た瞬間に、中古車なんですけどね、たまたまね、エナジーモータースタイル、ちゃう、エナジースタイルモータースさんやったか何べん言うても忘れる、エナジーさんの方にね、これめっちゃええやんっていうのがあって、それ見に行って、すぐ決めました。うん、やっぱりね、僕の根本的なところね、バイクに乗る理由、やっぱり嫁っ子とねタンデムしたいなって、奥さんと一緒にどっかバイクでね行きたいなっていうのが、根深くではないけど強くあるんで、それをやっぱり基本に立ち返ろうと思って、これ FZX には乗りたいなと思ってたのは、僕の完全な個人的な趣味の部分があってね、一人でひょっとしたら乗れるかなと思ってたんですけど、やっぱり乗れなかったんで、スクーター専用のね、おケツの持ち主の嫁っ子には、やっぱり FZX はタンデムしんどかったというのがあったんで、やっぱり基本に立ち返ってスクーターに帰ります。原点回帰で、そのバイクはまだちょっと今名前伏せときますね。現状やっぱりみんなが予想するのは、あ、バーグマンに帰ってくるのかって思うんやろうけど、バーグマンね、玉がないんすよね。っていうか中古車市場全体のやっぱり玉はなんか少ないんちゃいます。入ってもねすぐ売れちゃうとか、そういう感じみたいです。バーグマン、フォルツァ、XMAX あたりがまあまあ今から乗る中型免許で乗るスクーターとしてはいいんじゃないかなって思ってるんですけど、やっぱり弾がないですね。FZX あんだけ押しといてスクーターに変えるんかよって思われるかもしれんけど、そこはごめんなさい、いろいろ思うところがあって乗り換えます。で、まあエナジーさんでお世話にいつもなってるんでね、やっぱりエナジーさんで下取りしてもらって、買い替えたいっていうのもあったんでね、僕のこのここのパーツダーツさんのやねんけど、ダーツさんのではないけど、ダーツさんと入れ替えてるんで、これの FZX は多分日本に1台だけでしょうこれエナジーさんの方で、販売されると思うんで、この僕のね乗ってたっていうのがいいわっていう人は見に行ってみてください。 FZX の中古とかないやろね、まだないわな。それでは今からエナジーさんの方に新しいバイクを迎車しに行ってきます。場面転換したら次も新しいバイクに乗り換えてると思います。ヤマハの XMAX
2019年式です。そうです、そうですね、簡単にちらっと見ていきましょうか。まずオプションですね、ついてるのが ETC で、これがユニバーサルマウントで、スマートキーになってるんですね。これね、ワンクッション置かなあかんのがめんどくさいですよね。オン、電源オンにしてオープンにしてビッドってやったらこっち側ですね。でここに、シガーソケットと ETC、 こっちにしてます。ここだからロックがかかるって感じですね。でシートの方なんですけど、これまたシートっていうのを押したら開くと。でシャッドのね、言ってたように、45リッター、これ僕昔バーグマンにつけてたやつね、これをつけました。キジマのこのすごい付け方ですよね。純正のカウル、これ切り欠き しないとつけれないっていうね。まあまあ頑丈なのは頑丈なんでしょうと思います。これさっき気づいた、フェンダーレスになってますね。ただこれ裏何もこれ1枚だけなんで、ちょっとナンバープレートボード的なのをつけないとダメかな。これはこれ純正、これ純正かな、ちゃうかな、フェンダー違うかもしれないですね。そもそもなんかな、うん、おっとっとっと、また泣いてます泣くな泣くな、うん。でスマートフォンのホルダーだけは僕前の FZX につけてたのをつけました。こんな感じですね。ステップボードはこのタイプね、うん、こんな感じになっております。赤です。なんやろこの赤は、なんていう赤なんやろ、マットなんかな。まあ細かいとこ見たらね、傷はね多少あります。でこのね、やっぱりデザインですよね、この顔結構ガンダムチックっすよね。赤色なんで差し詰めシャアか、シャア専用。足つきよ、ツンツンやね、やばい、やばい、座るポジションやったら両足つけられへんかもしれん、もうツンツンやんわこれ。ね FZX でもね、 FZX 両足で帽子球ついてたかな。FZX よりもツンツンですわ。これで60キロ、もう60キロ超えとった。このメーターちょっとおかしいかもしれんけどね、このメーターね中古なんで、若干ね10キロくらい誤差あるんちゃうかなこの40キロ50キロからでもギュンと引いたらグワーンといくっていうトルクはね感じますね。 23PS とかやったかな、やっぱり 250cc さすがやなっていう感じはします。というわけで今回の動画は、XMAX 芸者動画でした。次回からこの XMAX でモトブログの方やっていきたいと思います。よろしく、バイクが変わってもよろしくお願いします。それでは次の動画まで、さようなら。